こんにちは、デリッシュキッチンです。ベーコンメルトパイを作ります。ベーコン4枚はみじん切りにします。まな板に打ち粉をしましょう。冷凍パイシート1枚は使う5分前に取り出し半分に切ります。パイシート1/2枚にベーコンをのせ、黒胡椒を少々し、残りのパイシートを重ねるようにのせます。打ち粉をしましょう。一回り大きくなるように伸ばします。フォークで穴を開け、一口大に切りましょう。天板にクッキングシートを敷き、パイ生地を間隔を空けて並べます。200度に予熱したオーブンで10分から15分焼きます。鍋に牛乳大さじ3、スライスチーズ3枚をちぎりながら入れ、中火で熱し、チーズが溶けるまで混ぜます。ベーコンパイにチーズソースをかけたら完成です。チーズたっぷりのやみつきになる一品、ぜひお試しください。